はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、クラウドペイ登場、一つの QR コードで複数のスマホ決済に対応ということでお伝えをしていこうと思います。そもそもクラウドペイとは何かということなんですけども、まぁ、ちょっとお題にもあったように、クラウドペイは加盟店に一つの QR コードを設置していただくだけで、まぁ、様々な QR 決済をご利用いただけるサービスというものになっております。まぁ、簡単に言うとこんな感じですね。まぁ、画像を見てわかるように、一つの QR コードで決済ができるっていうような感じになっております。今対応している QR コード決済会社なんですけども、まぁ、先ほどの画像を見てもらったら、まぁ、ちらっと出てきてるんですけども、対応している決済方法というのが今、LINE ペイ、メルペイ、D払い、アリペイ、WeChat ペイの5つということですね。いつからということなんですが、クラウドペイに関しては、5月16日より加盟店の受付を開始して、まあ、ドコモのスマホ決済 D 払いが6月より対応予定ということと、メルペイは2020年の3月頃、LINE ペイもまあ順次対応予定ということですね。まあ、これについてのまあ大きなメリットっていうのは、まあ、複数の決済が1つのバーコードにまとまるということなんですが、これはお店側からしても管理が非常にしやすくなるので、これは便利ではないのかなと思います。そして、まあ、使う、まあ、ユーザー僕たちですね、僕たちからしてもこの LINE ペイやメルペイなど、まあ、計5つの決済方法で全部はさすがに持ってないと思うので、まあ、1つにまとまるということであれば、まあ、使うお店の利用の幅もまあ広がるのではないのかなとは思います。はい、ということで今回のクラウドペイいかがだったでしょうか。一応公式のページは下にリンクとして貼っておきますのでご確認をお願いいたします。まあ結構ね、まあいろんなところでこれが使えない、あれが使えないっていう、まあネックな部分を解消する一つのサービスではあるので、まあこれからもこういった企業さんとか、まあこれから出てくるのではないのかなと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。